はい、どうもトロです。キングダムハーツ3リマインドのトレーラーが公開され、ようやくね発売日も公開されて、まあそわそわっていうかざわざわっていうかワクワクしたね気持ちが、落ち着きませんが、めちゃくちゃね楽しみですね。まだやり込みをやられてない方は今のうちに、頑張ってください。さてそんな中ですね、先日スクエニからとある書籍の、発売が告知されました。キングダムハーツシリーズキャラクターファイルズ、どうやらね公式攻略本のアルティマニアとは、別物のようで、キャラクターの紹介とショートストーリーが、付随されるようです。まあ、ちょっとね商品説明を音読しますね。外バイクうるせえなさっきまで静かだったのに。キングダムハーツ1からキングダムハーツ3リマインドまで全シリーズ作の魅力あふれるキャラクターたちを徹底紹介。ハイライトシーンとともに、200以上のキャラクターを紹介。物語に深く関わるキャラクターには、金巻智子さん執筆の、新作ショートストーリーを収録。でチャプター1から4があって、チャプター1光の守護者とそれに連なる者たち、チャプター2新13機関と闇の勢力、チャプター3ワールドキャラクター、チャプター4イニシエのキーブレード使いという感じですね。まあ、よくね漫画コミックとかにあるキャラクターブック、公式キャラクターファンブックみたいな、そういう感じのまあね、書籍です。イニシエのキーブレード使いの紹介もあるみたいなんで、エフェメラとかストレリチア、まあ、スクルドたちの、ユニオンクロスのキャラクターがねようやく公式の資料でねまとめられるので、まあ、それだけでもねかなり、価値があるかなと思います。でサイズが、まあ、B5 サイズ、メモリアルアルティマニアと、キングダムハーツ3のアルティマニアと同じサイズですね。でページは224ページを予定、らしくて、紹介がね200以上のキャラクターなので、1人2ページのキャラもいれば1人1ページのキャラもいたり、ワールドキャラクターとかは1ページに数人まとめられたりするのかな多分。まあそれでもね目次含めて、まあ、数ページ余る気もするので、もしかしたら1ページ2ページね野村氏からのメッセージとかコメントが載るかもしれません。でね1ページ、まあ、2ページ、まあ、1キャラ分の、サンプルページが、公開されていまして、まあ、シグバールなんですけど、ショートストーリーをね、読むことが、できます。これはツイッターでね、公開された画像で画質がいいんですけど、まあ上にキャラ紹介。で、その下に、ショートストーリー、金巻智子さんの、ショートストーリーがあって、まあ結構ね、このショートストーリー、ルシュのことだったり、まあ、箱のことに触れていて、重要な話は、してるようには思うんですけど、まあ、してるんだけどしてるんだけど、ただねおそらくだけど核心に触れることはさすがにしないんじゃないかなって、うん、まあ、野村さんがねどこまで関与してるかちょっとわかんないんですけど、まあ、監修は多分してるだろうし、うん、まあ、それはねほんと手に取って読まない限りちょっとわかんないんですけどね。はい、まあ、気になる方はね購入してみてはいかがでしょうか。2020年2月20日、発売です。あとねキングダムハーツのトランプもね発売されるんですよ。でこちらもね本当にねかっこいいデザインになってるんでね、イラストとかね、はい、こちらもね要チェックです。2つ同時購入だったら値段的にね配送料も、無料になるので、おすすめします。で他にもねスクエニの e ストアにはいろいろとキングダムハーツのグッズが、販売されていますので、そちらもねぜひぜひチェックしてみてください。ステマではないです。